ああ、どうも。ああ、どうも。どうも、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 どうも。いやー、3月ですよ。そうっすね。ひな祭りも終わって。終わっちゃいましたね。ひな祭りやってる家あんのかな？いや、やっ女のぱ、子の家はやん女のない。子の家はやるのか。やるんじゃない？どうどうなんだろうね。ん。やっぱ小さい時はやるけど、いつまでなんだろう、やるの。小学生？どうなんですかね。あ、孝太君ちは男の子だからね。男の子で、なんだっけ、あれも最初飾ってたけどね。兜？うん。鯉のぼりはさすがにやんないでしょ？鯉のぼりはやってたよ、ちっちゃいの。あ、ちっちゃいやつね。うん。昔も子供の頃はでも、うちとか田舎だから、各家にさ、うん。でっかい鯉のぼりあったよ。いやいや、東京でもあったよ。あったんだ。うん、そんなに巨大ではないけど、全然あったよね。あ、普通にあった。うん。いや、ポールっていうか、なんていうの、あれがすげえなんか太いさ、電柱みたいなの立ててさ、うん。やってたもんね、子供の頃は。いや、わかる。あれ、いつの間にかなくなったな。なんでなくなったんだろうね。あ、庭がねえの？ゲーラカイトに持って帰ったかな。流行ったね、ゲーラカイト。やっぱ庭がないんじゃない？まあ、そうだね。こうたく、ゲーラカイトなんであんな垂直に上がんの？いや、俺はあれやったことないですよ。嘘？うん。すさごすがいに流行ったじゃん。場所がない、あれは。ああ、そっか。田舎じゃないとダメうか。ん。校庭開放とかあったらできんのかもしれないけうど。わ、そっか。校庭でタコやんだ。みんな遊んでるからね、でもね。そうか。やっぱ都内はそうか。タコあげらんないんだ。土手とかないわけじゃ無理だね。いやー、じゃああれなんだ。調子こいて、ん。うん。すっごい高くあげたタコ、紐切れて飛んでったの回収とかないんだ。ないのよ。恐ろしいぐらい先行っちゃうからね。すごいらしいね、やっすぱ。ごい、もう何キロも先行くんだから。そんな行くの？行くよなって調子こいてすごいあれだもん。紐をさ、ああ。長いの使うから。回収できるんだ、むしろ。もうだから大体できなかったよ。でもゲーラカイトだから高いじゃん。そうなの？もうちょっと高かったの、普通のタコよりね。ああ。だからもったいないから。なるほど。で、回収された頃ボロボロだったりね。今、ああいうね、そういう遊びしてる人いないもんね。いないね。有効とかもいないだろうね。いないよね。もうさ、こうだからドローンが出てきちゃってさ、そうだね。ラジコンとかやってるやつもいないでしょ、多分。正月の羽子板もいないもんね。あ、いないよ。羽子板どころか公園でバドミントンやってるやつもいないでしょ。いないね。まあ、遊びが変わったよね。全然いない。そっか。キャッチボールしてるやつはいんの？見ないね。でも公園はダメか。いや、でも、ちゃんとキャッチボールスペースあるのよ。あるんだ。あるけど、見ないね。あ、いないんだ、やっぱり。そっか。そうか。だって俺そこでさ、何年か前にさ、芋2回でさ、野球やったじゃん。やった。そう、俺ピッチャーだったでしょ？そうだね。そこにさ、野球部の友達に来てもらってさ、特訓受けたんだから。なるほどね。うあれ、なんか、いいピッチングだったよね。ん。うん、練習したよ。ねえ、すごいよかった。元ボーイの高橋元さんにぶつけらんないじゃまあね。だって俺何回もほら言ってたじゃん。芋2回のやつ、野球のやつ、柳井さんのあれだから。で、あんなしっかりした野球できたの初めてなの。あ、そう。ぐだぐだだもん、もうみんな。でさ、ヤクルトの古田さんが解説でいたでしょ。そうなの。で、俺、ヤクルトファンだったわけですよ。あ、そうか、そうか。で、解説でさ、いきなりさ、古市投手はどんなピッチングを見せてくれるでしょうかねって言われちゃっまあ、たそんだれ、よちね。ょっとプレッシャーだよね。すげえプレッシャーだったんだよね。いやー、もうそうなんだけど、もういつもグダグダだからさ。参りました。メール読みましょう。皆さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてますが、バイクの話が多いですね。バイク乗らない私はよくわかんないことが多いんですが、嬉しそうなお二人に釣られて笑っておりました。しかし、そんな私にもバイクの季節がやってきました。お付き合いしている彼が昨年大型バイクの免許を取り、バイクを購入。
運転に慣れてきたところで後ろに乗せてもらえることになりました。なるほど。当日は YouTube でタンデムの動画を2本見て勉強し、うん、緊張しながらバイクへ。はいはい。ニーグリップで彼の体をホールド。はい。手が離れるとバイクから振り落とされそうな気がするので、一人恋人つなぎで彼の体にがっちりしがみつきました。なるほど。目的地を P の聖地になりますの緑にして出発。おー、いいね。東京の街をバイクから見るのはとても新鮮で、リーダーや小太郎さんもこの道を走ったかもしれないと思うと、はい。なんともない道路にもときめきを感じ。なるほど。私の頭の中には青春オンザロードと素晴らしき人生が鳴り響いていました。なるほどね。なりますニトリで、ティーポットを見て、レインボーモータースクール、オリンピック、二輪館。なるほど。ネタバレをチェックと。帰りは大学屋さんの近くを通り、美味しいものを見てきました。なるほどね。彼が慎重に運転してくれたおかげで、行きも帰りも何事もなく初タンデムは成功と。うんうん。彼にお礼を言うと彼がこちらこそ乗ってくれてありがとう。タンデムは男のロマン。女性を後ろに乗せることができて光栄とのことでした。タンデムは男のロマンなのですか？加藤さんも小太郎さんもそんなロマンを楽しまれてきたのでしょうか？なるほど。これからバイクの話も少しわかるようになり、池に需要が楽しくなるようお考えしておりますと。なるほどね。ツーリングにおすすめの場所などあったら教えてください。うん、バストレイヤーステーカー彼が欲しがっていますのでお願いします。なるほど。ネバダル女。ネバダル。はい。うん、綺麗になるね。いやー、小太郎くん、バイクはね、うん、シングルシートだよ。うん、そうっすね。もう絶対シングルだもん、もう。なんかね、今ね、やっぱ若い頃よりもなんかこう、なんつうの、いろいろ考えちゃうからね。うん。人は絶対乗せない。あ、まあね、特に、うん、事故を起こしたりしたとき、うん、本当にシャレになんだからね、うん。人はもうね、絶対乗せない。うん。それわかる。うん。まあ乗せたとしたってさ、これがね、モッズやっててさ、うん。さらば青春の光のシーンを真似したくて、ベスパー二人乗りしたもんね。いや、ベスパーとかならいいよ、別に。バイカーだって、もともとだって一人乗り用なんだから。うん。うん。ちょっとね、今なんかその、なんかあったら本当怖くて。いや、怖いね。うん。あと単純に俺はね、やっぱ一人で乗ってる姿が好きっていうかかっこよく思ってて。まあね。で、ほら、クラブマンも、うん。後ろのシートがないんですよ。うん、はいはいはい。そこはもう、シートカウルがくっついちゃってて。うん。で、完全一人乗り用なのね。うん。でもその方がなんかちょうど男っぽいかなと思って。まあ、タンデムやる場合はね、本当に最新の注意を払っていただきたいですね。いや、本当本当、後ろの人飛ばされちゃうからね。いや、本当よ。うん。うん、危ない、掴むところもあんまないしね。そうそうそう。うん、ぜひ気をつけて。俺もタンデムバイクでしたなんて、もう、この前って大型のほら、教習所の。うん、うん。教官だもん。ね。俺後ろだから。なるほど。お前、走りが甘いんだよって言われて。うん。メリハリ、メリハリつって。メリハリね。でも直前ね、30キロしか出せないじゃん。はいはいはい。30出すまでにバーって行くんだよ、みたいな。メリハリってよく好きで言うよね。やっぱ言われた？メリハリは言われたよ。メリハリの運転、メリハリの運転。そう、俺メリハリ、メリハリって言われて、メリハリも何もって。いや、わかるよ。7分で30キロでさ、あんな短い距離でメリもハリもないよね。いや、だから、うん、俺はその、検定の前に YouTube 見てたわけですよ。うん。自分の言ってた教習所のコースを。うん。ただ、やっぱりその、直線はね、うん、ちょっとの距離でもうちゃんと加速しなきゃいけないの。まあそうなんだよね。それがメリハリらしいんですよ。それがメリハリなんでしょでもあの距離だよ。とはいえ30だからね。メリハリもそうだよ。しかも3速までしか入んないわけじゃん。そう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 。30キロなんてさ、7半だったら2速でさ、優に出ちゃって、もうあっという間に。そうなんだよ。もう3速入れたら40キロいっちゃって、お前スピード走りすぎなんだよって言われんじゃん。そう。あれもうよくわかんないよね。あれ今何速に入れてるか見えるのやめてほしいよね。見えるんだよね。ライトがついてほしいよね。そうなの。あれやめてほしいんだよな。そうなんだよ。バレんだよね、手抜き。やめてほしいんだよね、本当に。あれな。でも教習とか楽しかったな。楽しくないよ、あんなとこ。いや、俺は行きたいもん、もう一回。絶対やだ、俺学校ダメ。で、スラロームとかうまくできた時とかすごいなんかスカッとしちゃう。まあね。うん、立てると、うん、うん、うんのさ、うんの時にさ、車体が立ち上がるやん、ぐって。はいはいはい。あれがうまくいった時さ、すっげえ、うわーって白バイ隊みたいってなるじゃん。
まあね。うん、あれがもう最高だよね。いいじゃん、その行動でやれば。いや、できないで行動でやるチャンスがないじゃん。あ、できますよ。いやいや、あの、ウィンウィンウィンはないよ、多分。もう一生ないと思う。あそこの、だから、ニトリの駐車場でやればいいじゃん。怒られるでしょ、あんなとこでやったら。パイロン立ててやりたいぐらいだよ。それでも面白いね。面白いよ。なんか、なんか、教習所で、なんか、教習所バトルやりたいぐらいだよ、バンド対抗。侵入できないのかな、あそこ。え？侵入できないのかな？侵入はできないと思うけど、やったら面白いよね、これがね。俺、車取った時やったよ。入ったの？車取った時に友達車借りて、うん。夜中に教習所行ってみたんだよ。うんうん。入れて。あ、入れたんだ、その時は。うん。だからコース普通に走って。ああ、それやりたいなぁ。あんなこんなちょろいのかよ、と思ったね。ああ、今だったらね。ああ。いや、でも今だからダメかな、縦列駐車とか絶対ぶつけそう。でバイクは今だったらあんなの一本橋余裕でしょ。一本橋余裕だと思うけど、小田くんね、クランクがダメだと思うよ。うん、いけますよ、ね。いや、クランク結構厳しいよ。あんだけさ、エンジンカードついてるのでぶつかんなかったんだからさ。あ、そっか。クランク結構クリア。うん。余裕。一度もない。ないっすね。さすがだ。だいたいクランクから一本橋だよね。一本橋だよ。一回落ちちゃったのよ、間違えて。ああ、俺も。そっからイメージ狂っちゃったんだよね。あ、だから、そっちもショックでしょ。だからずーっとできてたのに。ショックだよ。それから結構さ、落ち癖ついちゃってさ。いや、わかる。なんか気にしちゃうんだよね。そう。だからあれ慎重に行くとダメなんだよな、多分。今思うと、今思い返すと。今だったらもう止まれるよ、そうだよ。嘘つけ。いや、ほんとほんとほんと。余裕だよ。それサーカスじゃん。今だったら余裕だね。いや、だからそれも踏まえて、うん。コースを回りたい、今。うん。いいね。やりたいね。なんかね、やっぱり、必死感あったんだよね。いいね。今もうと、いや、750でかかったなと思って。そうね。うん。でかいね、やっぱだな。でかいなと思って、これコントロールするの難しいなって思ってさ。重いよね。重い。ああ、だからこう、うまくできたときは嬉しいじゃん。うん。それが、なんかね、あの経験したいんだよね。あ、そう。もう人としてほら、成長したみたいな気持ちになるでしょ。まあね。うん。大変ご無沙汰しております。数年ぶりにメールを送ります。はい。サンフランシスコ在住のピーネームブロークンアローと申します。はい。コウタラさんと同じ年生まれで、目白出身者になりますと。おお、同居。今年1月に還暦を迎えました。うん。じゃ一つ上ですね。あ、そうかそうか。アメリカでは還暦という概念が全くないので、自分でも日本に帰らない限り全く自覚がありません。うん、まあそうなんだろうね。ただし、体の劣化現象に関する自覚はあります。うん。昨年末に帰国の折、日本在住時に10年ほど勤めていた、うん、池袋山八時代の友人たちと飲むことになり、はい、池袋西口公園近くのイルキャンティというイタリア料理店で集まりましたと。なるほど。その後に北口まで移動して、いつもの焼き鳥屋で締めましたと。とても楽しい夜となりました。いいね。池袋山八勤務時代は飲み会といえばほぼ居酒屋の清流など、お東口の飲み屋がメインで西口へ出ることはほとんどありませんでした。なるほど。今回行った店は池袋西口公園を奥に入って行ったあたりだったのですが、うん。この辺りを歩くのは40、50年ぶり、道に迷いそうになりましたと。なるほどね。この辺りは当時目白在住の自分にとっては毎日の遊び場でした。はい。小学生の頃現在の芸術劇場が立っているあたりに、当時はできたばかりのローラースケート場に通っていましたと。おー、ローラースケート場だったの？あそこローラースケート場だったのよ。芸術劇場。そうそう。夜真っ暗なの。知らない。うん。いつまでだったの？俺がね、うん。22、23もだった気がするんだ。ローラースケート場じゃなくなってたけど、なんかまあ、芸術劇場前のムードだったね。で、コウタロ君とじゃ知り合った頃にはまだあったってこと？あったと、今の形じゃなかったから、うん、まだローラースケート場のこう、残念みたいな形があったと思うな。今、ゴミ焼却場になってるところは、スケート場とかさ、プールだったって言ってたじゃん。あそこはマンモスプールっていうところだった。それはいつまであったの？
あれ、いつまでやったんだろう。自分はだってもうあれ、ほら、中学の頃までしか行ってないからね。ああ、そういうことね。うん。そうか。そう。当時ローラースケートといえば、近所の広めの駐車場か、小学校の校庭開放で使える校庭なのがメインでしたが、うん。路面はアスファルト塗装で凸凹、リーダーと同じ鉄の車輪の鉄車タイプのローラースケートだと、うん。振動も激しく、時には火花が出ることもあって。そうなんだ、鉄車はね。うん。そんな環境で遊んでいたと、いた当時、そのローラースケート場のトラックはアスファルト塗装とは全く違う滑らかな塗装。走り心地は車で例えるとまるで一般公道走行とサーキット走行の違いのような差があり。なるほど。鉄車タイプでもスムーズに走行することができた。この施設は無料で開放されていたので、当時の豊島区の財政は豊かだったんだなと思います。まあそうかもね。また当時は池袋西口公園の近くに小さな間口の切手、うん、古銭のお店があり、うん、そこへもよく通っていました。なるほどね。これはね、日本スタンプ社ってとこですね。あ、そうなんだ。僕も通ってましたから。あ、切手？うん。切手。ああ、なるほど。そのお店の並びに同じような間口の狭い店が数軒あったと。その中の一軒におにぎり屋さんがあり、そこで初めてお赤飯のおにぎりを買って食べて、ね、その美味しさに感動した記憶がありますと。普通のおにぎりより 2,30 円高めで特別感があり、他ではなかなか食べれないということもあり、迷わずお席を食べていました。おー。そうですね。孝太郎さんのローラースケート場切手の店、おにぎり屋などの思い出話があればお聞かせください。まあ、その、あれですよ、切手屋さんが通ってまして、隣がね、うん、文房具屋さんなんだよね、整備場っていう。へー。このおにぎり屋さんちょっと覚えてないな。じゃあ結構子供だったら行くね、うん、文房具屋とかね。行ってたね、切手だしね。うんうん。今マンションになっちゃいましたけどね。あ、そうなんだ。切手とか流行ったからね。うん、流行ったよ。コレクションするのがね。はい。ローラースケート場よく行ったの？ローラースケート場で滑んないけど、うん。ここのトイレで死体見たんだよ、俺。お？はぁ、あ、ボディよ。うん。どうなってたの？朝帰りの朝に見たんですよね。本当なの？本当だよ。また寝てただけなんじゃないの誰か。いや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 。間違いです。恐ろしいな。うん。え、孝太君それ、いつ、何歳ぐらいの時に見たのその。下見たの？うん。21歳。うわー、じゃあ間違いないね。85年ですね。そうか。うん。うわー。一番道路に近いところにトイレがあったの。あ、そうなんだ。二つ、ポンポン。なるほど、なるほど。うん。でもあり得るね。あの頃の池袋だからね。ねえ、わかるわかる。なるほどね。今とは全然違うムードだもんね。うん。またローラースケート場が夜になると本当にね。うん。周りのお店も今よりも暗いからさ。うんうん。ほんと真っ暗なんだよ。あ、そうなんだ。うん。あ、なるほど。ラブホテルが2軒あるぐらいだからね、そういうとこなんですよ、やっぱり。なるほど、なるほど。それでもその当時でも、うん、東口の、だから西部がある方は今とあんまり変わらない感じの賑やかさだったってこと？東口の印象は、俺が二十歳の時とそれほど変わらないね。ああ、やっぱそうだよね。うん。俺も逆にだからさ、西口にあんま行ったことがないからさ。うん。まあ行く用もないし。だからまあ俺らが言ったのは東口はゲスト用で、うん。西口は地元用っていう感じ。なるほどね。うん。そういうことか。うん。なるほどね。だからもう池袋を、東口の方の、だからパルコとか、はいはい。そういうイメージがあったから、うん。なんだろうな、今とあんまり変わんないんだよね、俺のイメージはね。いや、そんなにだから、まあ、もちろん建物とか変わったんだろうけど、うんうん、印象は変わんないんだよね。そう、印象が、うん。うん。で、電気屋もあったじゃん、やって。そうだね。うん。うん、だから、それが増えたか増えないかぐらいで。そうそう。だから全部公園とかも綺麗になったりしてんだけど。うん、そうなんだよ。なんだかわかんないんだけどね。全く印象変わんない、ね。俺も変わんない。多分西部の建物が変わんないからと思うんだよね。そうだね。うん。でもやっぱり、その、反対側の西口はあんまり行ったことないから。うん。だから、変わりようがわかんないんだよね。西口はね、やっぱその、駅降りた瞬間変わんないなって思うけど。うん。やっぱり変わっちゃったね。そうだよね。うん。まあ自分がやっぱ西中心に生きてるからかもしれないけどね。あとね、だからもう都市伝説のように、うん、北口が怖いっていうのがもう広まってたの。そうだね。うん。もう本当にホームレスのおじさんとかいっぱいいるから絶対行くなって。はいはい。
もう俺が高校生二十歳ぐらいの時から。うん。実際に怖かったから行かなかったね。あっちが降りないっていうか。まあでも実際、あれだよね。90年代ぐらいまで怖かったよね。怖かったというか、本当にそういうホームレスの人たちいっぱいいたじゃん。いや、いっぱいいたよ。うん。だからそれのムードが、怪しくて、近寄らなかった、うん。いっぱいだし、やっぱちょっとね、やっぱスリルがあったね、今よりね。うん、怖かったよ。だから新宿とか、歌舞伎町があって怖そうなくせに、新宿の方がなんか全然こう明るかったじゃん。そうだね。ああいうのはないから、池袋怖かったもん。そうね。なんか歩いてる人がみんな分けありそうな感じだったもんね。そうそう、ほんとそう、ほんと。怖かったよ。うん。あった。まあ、この、こちらの方もバストロヤステが希望の方ですね。あげましょう。はい。ベースに、ライブで使ってるベースに貼ると。ああ、いいじゃないですか。裏にしてください。貼ってください。ギター鑑定お願い。皆さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴してます、はい。どうも。お願いしたいことがありメールしました。はい。それは私が所有しているギターについてです。お。そのギターは1979年製の、ギブソン RD アーティストです。はい。カラーブラック。なるほど。10年以上前に神奈川県内の楽器店で中古で購入しました。なるほどね。このギターを選んだ理由は、私はデビュー前後のイエローモンキーが好きで、うん。当時はエマさんが使用しており。あ、弾いてたんだ。うん。自分もいつか欲しいギターの一つだったと。なるほど。最近気づいたんですが、うん。もしかしたらこのギターの個体が、当時エマさんが使用していた個体なのではないかということです。エマが使ってたギターじゃないかってこと？エマが使ってたギターじゃないかと。なるほど、なるほど、なるほど。1位の理由としてブロックインレの模様の一致。なるほど。2としてピックアップのポールピースビスの向きが一致。なるほど。その他にもボディの打孔位置など類似点が確認できますと。なるほど。じゃあそうかもね。まあ、あんまりない楽器だろうから、あり得るよね。うんうん、あり得る。うん。まあ、仮に座ったとしても、大切することに変わりはないんですが、うんうん、相談できる人もいないんで、レーベルメイトだったお二人に相談しましたと。ああ、これ今のだ、ね、これ。お前、これ今のだ、これ。うん。間違えねえ。ねえ。うん。おそらく。あ、間違いないよ、これ。うん。ピックアップとかの位置関係も全部。そうだよね。うん。うん。ギブソン、血迷い生きるギターだよね。そう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 。うん、それはもう絶対血迷い気だよね。うん。うん。確か電池使うんじゃなかったっけこれ。あ、かも。後ろから入れるね。うん、なんかそんな気がしたな。あの、ベースもだって出てたもん。使う、そうだね。うん。いいじゃん、これ今の嬉しいじゃんね。嬉しい嬉しい。そう、間違いないよ、これ。この時代確か後ろになんか 9V の電池入れる、ね。あったよね。シリーズだよね。うん。ギブソンの。うん、ああ、これ間違いなくこれエマだな。なるほど。ピックアップの、この、あれでわかるわ。うん。これ同一だね。うん、一緒だよ、これ。うん。へえ。よかったじゃないですかね。そんなにいっぱいある答えじゃないだろうから、間違いないよ。うん。よかったね。よかった。まあ、大事にしてください。ねえ。はい、ツアー中のコレクターズですが。あ、そうですね。今週の土曜日、大阪ビッグキャット。はい、そうです。翌10日、名古屋クラブクワトロと。やります。はい。よろしくお願いします。来てください、皆さん。はい。はい。昨年のね、クワトロマンスリーのですね、全公演を収録したブルーレイが出ます。はい、はい、出ます。4月14日発売と。そうです。ぜひとも。こちら、あの、コロンビアのオンラインショップのみでの、販売になります。他の CD ショップ、DVD ショップでは売らないのでご注意ください。そして、予約特典として、バディベアという、僕がですね、ステージで着ていた衣装の布地で作られたオリジナルのハンドメイドベアが特典として付きます。ただし、数量限定のためにですね、先着順にお送りしますので、早くオーダーしてください。欲しい人がね。なくなり次第、ベアつきません。もうごめんなさいっていうことです。なので、特典欲しい人、早く応募してください。そして、4月14日の日比谷野音でもこのボックスセットは売ります。で、その時用に、いくつかベアご用意してるんですが、こちらも少ないです。
なので、どうしても欲しいっていう人、ね、通販で買えないっていう人は、まあ、日比谷屋も来れるよって人は、まあ、早めに、そうですね、物販の方で購入してもらうみたいな、そんな感じでよろしくお願いします。はい。そして私は荒垣に出ます。還暦ツアーやります。5月30日は六本木 X シアターでやりますと。忙しいね。まあ、還暦だからちょっとね。まあね。なんとか頑張ろうと。確かに。弾き語りツアーもあるもんね。そう。これ終わって、うん。今年は頑張らなきゃダメだね。これコレクターズのあれもあるし。今年はそうですね。コレクターズ新譜予定してますからね。ちょっと忙しい。来年になりましょう。うん。1年になりますね。来年になりましょうよ。はい。まあ、なれなくてもいいんだけど。池袋を捨てて24時。はい。このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信してます。してます。写真館もそちらにあります。あります。なお、YouTube では全ての配信が聞きますので、チャンネル登録してください。お願いします。P メールは、ブクロ 24@gmail.com。こちらで待ってます。待ってます。P メールを紹介した方には、バスロイヤーステッカーを送ってますので、ご希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。お願いします。ではまた来週です。Do the download. Do the download.